はい、では本日のメルベラツランダム2の2始まりますね。1回戦、吉七谷対、ジコダメか、見ろ、勝手に見ろ。ちょっと見てるうちに試合は進む、1ラウンド目まず先手を取っているのは丸やんめか、名前変えてますね、名前何でしたっけ、どこだ、事故ったメか、流れを掴んで離さないか、さあ遠距離戦に運んでいくスクランダーカウンター、捕まえていく置き攻め、裏下段しかしガードしてる、下段ですね、裏タグスクランダー、スクランダー前でいく、近寄らせ前と立ち回る、スクランダーカウンター、殺しきれるか、ゲージはマックス、 EX コマ投げまだ残る、置き攻めにダッシュ投げ、これが通る、体力 9.9 割残しで丸山メカが1本目を選手、ラウンド21ラウンド、ね、終わって丸山が取っての第2ラウンド、ゲージはと両者 200% 程度、さあ、一気に流れを掴んでいくのは丸山か、スクランダー前で牽制、ビームもきっちり当てていく、ここで七谷が触っていく、暴れ潰して 2B を差し込む、投げてゲージマックス強気にいくか、丸山か空下げうまく使って切り返していく、昇竜拳急降下する、もう酒が強い、 2B やはり寄らせたくないか、スクランダーがカウンターヒット、ここはワイヤーでコンボを伸ばしていく、さあゲージマックスやはり使っていく、ナイトメア置き攻めダッシュ投げ、置き攻めはどうする、下段択、しかしこれは解放で拒否、 2C 差し込んだ、ナイトメアだよ、あの技目、技目ナイトメアだもん、さあジャンプ B 離れていく、出し投げ、一気に体力奪っていきたいところか、 2B を出したが飛ばれている、西で移動、ジャンプ A を引っ掛けにいく、サメカがミサイルで固めていったが、ここはジャンプで回避、残りカウントは20秒、体力的には七谷がリードしているが、一回捕まってしまえばといったところ、さあゲージマックス、時間を稼ぎにいく、時間を稼ぐ、まだ稼ぐ、もちろん時間は残らない、勝ったのは丸やんめか、さあ先方戦、丸やんが取っての、先方大将戦、大将出てくるのは純翡翠、さあ先手を取っていくのは純翡翠、まずは端まで運んでいく、受け身は取らない、そこ誇り出して勝手ダウンを取りに行く、投げて転倒を攻め、マルヤンどこで切り返す、物投げをうまく使っていく、 2C まできっちりつながる、受け身は取らない、ゲージマックス、ここは弁当にゲージを吐く、さあグラップ潰しで飛ぶがグラップはしていない、きっちり見ている、暴発のお玉、しかし体力もうすでにメカ側が3割を切っている、シールドの張り合いきっちりいく、今回受け身を取ったが読まれていた、1ラウンド目は陣筆がパーフェクト、ラウンド2ファイト、1ラウンド目陣がパーフェクトで迎える第2ラウンド、 EX キングフィッシャー 2C が出ずにコンボ失敗、スクランダー巻いていく、スクランダー巻いていく、この 5C が強い、投げてメカ側の置き詰め、コパン出していく、このコパン4フレにしたのは何か間違っている気がする、ジャンプ C、 グローバック C で突っ込んでいく、失礼、ジャンプ B をかけていく、さあメカが触りに行ったがゲージを吐いて次のターン、物投げは飛んでいる、しかしここで物投げカウンターヒット、拾われてしまう、受け身は取らない、この選択肢が正解だった、はい、キャラ間違いなんで早く死んでください、はい、さあ
秋田で出てきた鳩さん関州でちょっとキャラ間違いということで奥筐体はお願いしますね。はい、進出ゲージがマックスになったがシールドからのお玉にミサイルがカウンター。2ラウンド目丸山メカが取り返す。ラウンド3ファイト。リトライ。先手を取っていくメガヒスイ。しかしここはヒスイ側解放で拒否。赤ゲージは全て回復。ゲージをどこで吐いていくか。ここはホコリで吐く。メカを端に押し込んだ。このチャンスを生かしていけるか。中段はガード。さあ煽りが聞こえる。さあ空中ガードにはならず着地ガードが間に合う。水が押し込んでいく。さあ体力は減っていないが翡翠のターンが長い。ジャンプ置いていく。スクランダーで空中戦。避けをするが 2B は届かず。フローバック越しがヒット。これは重いか。4戦程度。さらに置き攻めが待っている。メーカー翡翠どこで切り返す。避ける。 6C は当たらず。暴発を玉。しかし反撃は入らず。さあ翡翠側一気に殺しきれるか。しかし残り時間15秒。メカ側ここで捕まえる。さあ時間も怪しいぞ。置き攻めでワンチャンスをかける。解放で拒否。物投げ出して。しかしここでコパンヒット。まだまだ試合は分からない。さあブラッドヒート体力ここで逆転。ゲージをために走る翡翠。残りカウントないところ。ブローバック腰ヒット。さあ時間的にこれは無理。一ラン勝ったのは人生。これで対象対戦対象最さあ対象対象で迎える最終戦対象対象戦。さあ先手を取っていくのは名前変えてるんですね。これも名前で言うなって言われた気がしました。あった習字 V 氏。習字 V シオンと人生。さあうっかり名前が出ないように頑張りたいと思います。ジャンプしかけていく。1ラウンド目取っていくのは V シオン。さあもし周りの煽りでキャラ名がキャラ名とか人の名前が聞こえてもしょうがないですよね。ですよね、修二さん。さあ先手を取っていくのは純粋。誇りを出していく。空裂けでうまく端から逃げる。 6B 見えるがこれは当たらず。 5B 確認からきっちりいく。奥筐体開きましたか。はい、奥筐体開きましたので、続いての試合、ゆずじいさつきボーナス確定秋田チーム対するはシップ関州クロスピレンチーム。いますか、ゆずじいさつきボーナス確定秋田チーム。いますね、シップ関州クロスピレンチーム。シップ関州クロスピレンチーム、いますね。ではそちらがチームとなります。代表者じゃんけんをお願いします。さあ1-1で迎える最終ラウンド。まず先手を取っていくのは人質。 EX ベッド置き攻めしっかりガードしている。習字 V ジオンガードを固めていく。中段これは届かず。しかしまだまだ翡翠のターン。ジャンニーリーフィットおいしくいただく。置き攻め空裂けからのジャンプシー。潰れろ潰れろ。そしてゲージはマックス。ダッシュするがここは解放で拒否。再び立ち回り勝負か。ここはアークドライブ。スローバック越しで突っ込む。タッチシールドが裏目に出る。さあ翡翠のワンコンが入る。置き攻め弁当からの投げ。次は弁当からの投げ。次はここで打撃。しかしガードしている。シールドカウンターからワンコンボ。端へと運ぶ。解放。ここでジャンプシート。この体力残るのか。エリアルきっちり入れていく。残らない。勝ったのは習字 VC。